始まりまりした新作おすすめランキング映画評論家の森なずと申します。そして映画ジャーナリスト、上ョコです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。ますえー、結構飽きましたね。はい。<laughs> はい。あのー、大阪アジアン映画祭、どうもご苦労様でした。いやいや。 その前にあの、森さんも大阪に行きましたので。はい、そうなんですよ。はい、今回はね。その前があの、まあ僕は2日間だけなんですけど、その前、ジョさんがあの、香港のアジアフィルムアワードから、はい、大阪にも、大阪に後半来るという、怒涛のスケジュールで、はい。久しぶりに10日以上の旅でした。ねすごかったね。それで、まあ、あのー、 結構空いたたといいいう次第なんですやいやで大阪アジアンはねあのー、僕実は初参加でまあ割と珍道中だったんですけど <laughs> あのー、でも上映作品のねあのレベルの高さには本当驚きましたね。うーん、はい であの今回はねあの、月永理恵さんがコンペ部門の審査員を務められたということもあって、まあ、あの活弁シネマクラブで映画祭参加みたいなノリというか流れになりまして、この間ね、映画祭総括動画も撮ったんですよね。それも近い時期にアップされる感じですかそうですねもう、もうすぐじゃないですかあそうで。よかったよかった。じゃあ、はい、そちらもね、ちょっとお楽しみいただければ幸、はいーーでございますという感じで、じゃあ行きましょうか。 でです。です、ね、はい。ね、はいえー。その週劇場公開のある新作の中から、えー、我々とさん僕が鑑賞済みの作品に絞って、えー、独断の合規性で週ベスト3を勝手に決めていこうという大変、はい、不尊な企画でございます、えー、今回はね、まあ、3週分ということで3月10日公開分からまあ25日公開分までざっくりと、えー、ベストを出するということでよろしいですか、はいはい はいありがとうございます。あと、例によってこの企画では、勝、えー、弁島クラブの本欄で取り上げた作品と、えー、例えば劇場パンフレットに寄稿した作品なども除外して別荘選出しようというルールを、これまた勝手に設けております。えー、今回がね、まあ、3週あるということで、結構、えー、いろいろあるんですが、すでに回動画が回っているものでいうと、あのウィニーね。はい、はい。これはあの大変な力作でした、あの松本、ね。いや、そうですね、力作ですね。力作でしたよね。これは,ねはい。ヒットもしてるしね。うん。はいうん いいいや、これはすごいと思います。ごと思ま松本裕作監督と、えー、なんと東田正弘さん、えー、三浦隆弘さんのインタビュー動画が、えー、現在、回っておりまして、はい、MC が織田悠俊さんということでございます。はいえー、さらにあの、織田さんの MC で、ありふれた未来、えー、山本徹監督にご出演いただいた動画も回っております。はい あとね、あの先日出ました、えザコドも模様、大将いだけ、足立シ吾監督、えこれは私の MC で撮らせていただきまして、え収録はね、実はこれ、割と前倒しで撮りましたよね。そうですね、割とかなり早い段階。結構早かったよな、だから、ああ、そうか、今流れるな、みたいな感じだったんですけど。私、足立慎ン先生は、あの、朝ドラの加茂ですので、はい。そうそうそう、そのね、あの、事情がありまして、足立さんが、 秋からの、ね、NHK 朝ドラのブギウギの脚本も担当されておりまして、はい、もうあれ、撮影が始まってるっていう、なんかま、ね、始まってますね、はい、確かに。こちらね、あの僕、パンオフにも、あのー、ちょっと待ってね、これだ、はいえー、作品表を寄、えー、稿しておりまして、うんえー、ぜひ鑑賞の記念に、えー、お買い求めいただければ幸いでございます。はい、あとね、まだねあるんですよね、これから撮る予定。はい えー、大ヒット中のドキュメンタリー、妖怪の孫、えー、内山武人監督、パ、えーはい、ンケーキを独身するの時にも出ていただいたんですが、今回も、えー、ちょっとお話しさせていただけそうだということで、大丈夫ですかもう調整してますあ。ありがとうございます。じゃあ楽しみです。えー、あと、Baby×Chew で 2Baby。 これは坂本裕子監督に来ていただけるということですか。はい、そうですね。あ、それも折田雄一さんです、ね。折、はい、田雄一さん、折田さんも大,大活躍ですね。あす大活躍です。はい。じゃ近い時期で配信すると思います。あ、そうですか。じゃあこれも近々こう動画配信ということで、あとね、えー、公開は2月の作品なんですけど、あのソテアマ文治監督のあのティーフレンド茶飲み友達の動画も、えー、回っていますよね。今、これも折田さん。はい。うん、そうですね。 この映画がね、あのー、僕、遅ればせながら拝見しまして、よ,よかったですね、これね。良かったですね、はい。しかももう,もう、本当に1巻スタートで、今6、6巻ぐらい話している、社会現象級になっている作品なので。ね 確かに、あの題材がね、今まで映画が取り上げたことになかったところを疲れた、ね。はいですね。はい。もう、あ,、うん、ある意味、勉強も含めて、すごく勉強たと思います、うん。これはね、非常にあの貴重な作品、いい作品だなと思いました。えー、動画も、えー、見ていただければ幸いでございます。とまあ以上を <laughs> 除いてのベスト3。そうですね。すごく多くて。あと1本ですけど、別に、<laughs> あのー、 今回の上映日のためにわざわざ撮る作ではないんですけど、ミューズは溺れないように公開されるんです。ですミューズは溺れないね、浅野希監督の、これは僕、多摩映画、多摩シテフォーラムでもあの、そうですね、<は>森さんが、ねはい、ニューウェーブやった時のグランプリ作品で、あの僕も大好きな作品なので、そうか、だから凱旋上映か、ミューズは。去年やってるから、うんうん、すごいね。 うんぜひ、あれはもう傑作なのでご覧いただきたいと思います。はいはい、動画は、ですよねあの松崎さんの。松崎マトコさんのあの取材があります。ねはい、はい。あのそちらをご覧いただく。弁慶関連の映画。あ、弁慶関連の動画ってことですね。はい。はいえー、じゃあ、以上を除きまして。エストという はいえー、いろいろ覗いたんですが、まあ、とはいえ、あのすごい3本があの揃いました。あと、まあ、枠外でもちょっと僕の鑑賞が間に合わなかった、えー、作品などについて、ジョーさんに、えー、ちょこっと触れていただければと思っております。じゃあ、いきましょうか。はい。はいえー、では、まず、今週のその1、コンペティションでございます。はい、画像出ますかね。はい。 ということで、はいえー、2021年のスペイン・アルゼンチン合作映画でございます。えー、ペネロペ・クルスとアントニオ・バンデスが、僕もスペインで共演。<laughs> うん、すごいこれね、意外なことに本格的な共演、これ初めてなんだ初めてです、うんうん。これがね、めちゃくちゃ意外でした。あ,の共演もあ,あんまり今主演級だから、もう2人共演しないですね、どそうなのね <laughs>、うん。両方ね、ペドロ・アルモド組のね、 最はい、看板俳優2人なんだけど、そう、ちゃんと共演したのはこれが実は初めて。えー、華やかな映画業界の舞台裏で繰り広げられる、えー、天才監督と有名俳優2人の三つどもえの。 えー、戦いを、えー、皮肉たっぷりに描いた風刺ブラックコメディでございます。えーまあ、企画の、ね、立ち上がりからクランクインまでの,、まあ、あの準備段階がメインの話ですよね。うん、であのベテラン俳優、えー、ベテラン舞台俳優、イヴァンという役もあるんですけど、それ演じたのは、あの笑う故郷でベンチャ国際画祭の最優秀男優賞を獲得したオスカル・マンティーネスさん。えー、監督は、ね、その笑う故郷とか、ルールコ、はい、ビジュエの家の,あのガストンと・トゥーラップ トゥプラットさんと、えー、マリア・ノ・コーンさんのコンビですよね。えー、これがね、2021年第78回、ベネチア国際画祭コンペティション部門に出品されて大きな話題を呼びました。えー、ちなみにね、同じ年の,あのベネチアにはあの、アルモドバル監督の,あのパラレル・マザーズね。 ペネロペ・クルスさんはそちらであの最優秀女優賞を獲得したという、えー、次第でございますだからこの年のね、はい、ベネチアはあのペネロペ祭りだったという, <laughs> ということなんですよね。<laughs> はい、ジョさんこれはどうご覧になりましたか いやー、まず楽しかったですね。楽しかったよね、これはね、実は、ね、ですね、はい。ものすごくやはり、あのなコンペティションっていうタイトルの映画は、コンペティション部門に入って、コンペティションについて風刺するっていう、ああう最初から遊んでいるなっていう感じがあってて、ね、でさらにやっぱりすごいのは、本物の <laughs>。 あのビッグスターがこういう作品出演するのは、うん、なかなかやっぱりねあの、真剣にやるなっていうまずつがま、そうだよね、うんこれ、本当に国際映画祭、えー、常連たちが揃ってるからね。<laughs> そうですね、だからあの本当にこの,あのテーマに関しては、実は数年前の中国はよくある話で、いわゆる大富豪が。 まあ、あんまりにもお金があっててで、じゃあもうお金を使っていろんなしあの有名な人集まって賞を取ろう、うん、もしくは興行収入を取ろうっていう動きは嬉しくてありますね。ねで、まあ、最近賞をと <laughs> 取ろうっていう。 ああの話はまあよくまあ世界各国いろいろ聞いてて、やはり名誉が欲しいっていうところ、基本、根本的にこの作品はまあ映画の裏業界のまあ皮肉話なんですけど、実際映画業界だけではなくて、あ他の業界でも通じる話じゃないかなと思いまして、うん、うはい、だからさ、そうはね、その賞を取るっていうのが面白かったよね、ヒットさせようじゃなくて、名誉が欲しいっていうね。名誉でも、はいそそういう時にその映画が 映画だみたいな流れになると、はい、ちゃんとこれね、あの面白かった、笑えましたよね、結構ね、あの悪のリ系ではあるので、はい、そうそう、あのー、ちょっとね、もしかしたらそのやりすぎとかふざけすぎのメモリがね、あの行きすぎると逆にしらけるような作品じゃないですか。すうん、だけど、ね、これ絶妙にそのリアリティラインというか、その映画業界あるある、はい、あるかもぐらいの。 はい、えー、ラインをちゃんと守って収めてるのがすごく良かったですよね。うんうん、で、あのジョさんもねあの、さっき今おっしゃった映画業界だけに限らないとおっしゃったように、どっちかって言ったらさ、あのセレブ風刺っていう色合いの方が強いよな。はいそうです、ね、だから、あのー、その意味ではあの、リューベン・オストルンドとかに近いんじゃない近いです、ザ・スクエアとか近いです。そそうそうアアに特に近いよな、はい、あれが現代アートで そう逆転のトライアングルがまあファッション業界から云んで、今回はまあコンペティションが映画業界、はいそう、ザ・スクエアに特に近いよな、はい、これね。うん、そうねだってその、ね、最初に出てくるのがその製薬会社の CEO っていうね、はい、<laughs> 80歳ぐらいの、80歳って言ってたよね。うんはい、で映画のことは全然知らんっていうね。だから、当てたいっていうんじゃなくて、お金はもうあると。 このおじいちゃんね。うん、で、でね、あとは名誉が尊敬されたいと。 はいえー、なんか違う目で見られたいんで私はみたいなこと言い出して、はいまあ、そうですね <laughs> お金の上にはやっぱり権力と名誉ですね。だあんまり考えたことなかったから。はい、<laughs> それで,、あのー、そうで私はなんか社会や文化に貢献してるふうに思われたいじゃあ映画を作ろうってなって部下にどんな映画ですかって言ったら私に分かるかそんなもんみたいな <laughs>、はい、でもこういうのってなんかあ,るありそうだしあるんだろうね。いやあ うん、そうですしょそういうバブル時代の時はよくあるじゃないですか。そうあのねあ<ん>ミニシャータールームっていうのは結構こういうノリであ<ん>アートハウス系映画が日本で動いてた気がするもん、あとやっぱり面白いのは今回あ、うん、あのまあ、作品は、まあ、こういうテーマとはいえ、あのすごくやっぱりあの室内のシーンがほとんどじゃないですか。なんか舞舞台台にに近いやり方ですけど感じら 感じててないっていっうところがやっぱりこの辺さすがですよね。だから準備段階の話だからほとんど室内劇に近くてまああのその辺コロナ禍の撮影っていうことも絡んでるんとは思うんですけど、はい、まああとだからキャラクターだよねその今映ってるベ、はい、ネロペ・クルスさん。 もうなんか芸術は爆発だ的なウィッグを被 <laughs> った、えー、いかにも癖の強そうなエキセントリックな天才監督を演じられてるんですけども。<laughs> 髪型からもう変人だからね。これ意識してこういう感じしたらしいね、インタビューによるとね。で、なんか原作がもうちょっとノーベル賞を受賞した小説にたことわかんない。最初からちょっとね、一番いいところを狙うっていう、よくお金持ちがやることだなっていう。なんかあれよね、映画のことよく分からんけど、とにかく一番すごい人たちを集めようみたいな。全部頂点の人を集まって、いいものかどうかわからないの作ろうみたいな。 みたいな,なあ、これありが、でもあるもんな、はい、なんか、僕分からんけど、頂点の人たちだけが集まってるよみたいな <laughs>、はい、<laughs> 企画ってあるもんな。<laughs> はい、で、まあ、あのー、ノーベル賞を受賞した小説、ライバルだったっけが選ばれて、うん、まあ、主人公は兄弟役なんだけども、その兄弟役を演じるのが、まあ、そのオスカル・マルティネスさん演じるのが、えー、演劇界のケ権威みたいな、はい、あのー、ベテラン俳優で、 で弟役がそのアントニオ・バーネラスさんをする大スターね、まあ、どっちかってエンタメ寄りというか、はい、うーんそういう方で、まあ、リハーサル初日からその演技メソッドをめぐって、まあ、水と油だから完全に、はい、その完全に対立するんですよね、この2人が。うでもさこの、えー、対立する とところで結構ちゃんんした理屈が出てくるんですよ、ね、そうです。うん、ここ大きいよな、やっぱり。大きいですね、うん。この作品、やっぱり面白いのはテーマだけじゃないです。中身もしっかりできてるので。ね、そ,でそこがちゃんと笑える部分で、アイデア勝負だけじゃなく、割とアイデア勝負で、ね、終わっちゃうパターン多いと思うけど、例えばさ、その、えー、マルティネスさん演じるその俳優っていうのは、 割とそのなんていうのな役柄の内面を考察して真相を掘り下げていこうとするタイプね。うんはい、でね、あのアントニオ・バーデラスさん演じるまああのー、スターがあの、はい、本当にその何んでの目に見えるものがすべてっていうタイプをね。そうですね<お>、うん。これね、でも結構さ映画的なのはどっちかっていうたらさ、バンデラスアプローチの方が。 実は映画的っていうルックで作っていくっていうのはさ、うんあ,のあ,るあるわけですよ。もう非常に大きな、えー、やり方として。だから全くその、えー、芝居のアプローチが、えー、違うわけで、一概にその、ね、あのマルティネスさんが交渉で、えー、バァンデラスさんが通俗的だっていうようなあの断定はできないんだけども、こういったなんか演技論一つとっても、ちゃんとその、 えー、リアルな想像のプロ,レスプロセスがあの反映されてる、裏打ちされてるっていうところが、えー、この作品のまあ本当すごいいいところじゃないかなというふうに思いますそうです、ね、この2つの要素を一緒に映画して、ち、うん、ゃんと物語を作るっていうこと自体がすごいなっていう、うん、ねそうそうはい、はい だけじゃないんですよね、うんはい、でまあちょっとそのやや誇張してるっていうとこで言うとあのー、なんか名声や評価に対するあのエゴや共演しこの辺は本当オオストルンドっぽいなと思ったけどそうです,、ねはい、すごい見てるよなうん、うん、あのトロフィー受賞トロフィーとかいやすごいね受賞トロフィーあそこまでせんでいいからな別にあ、うん、やりすぎる感が <laughs> なあ 結構なことしてたけどさ、はい、確かにサエパシアンのトロフィーがごちゃごちゃしたん、ね、で、スピンだから大丈夫かな。<laughs> <laughs> あれなあ、怒られるはい、はい、映画祭から怒られるよな。<laughs> はい、なんかでもあの監督コンビワね、割とどの登場人物も複数の知り合いの要素をこう取り入れて、はい、あの継ぎはぎしてあのー、作り上げた。あとはその 監督さんから変な要求とか受けたことになる、エピソードとかね、俳優さんから聞いたエピソードとか。うんまあ、それはいっぱいあると思いますね。ねこれは結構、本当にそんなことあんのっていうことがあったりするからね、はいはい、実際に、ね。はいうん でそういうのをこうあフランケンシュタインみたいにっていうふうにあの、はい、フランケンシュタインのは怪物みたいに継ぎはぎして作りましたっていうふうにね、うん、おっしゃられてましたけどあとだからさあのハリウッドだったらこういう映画業界の裏側ものって例えばあの古くはサンセット大通りとか、はい、あのロバートアルマ・アルトマのザ・プレイヤーとかね、まあ、いっぱいあるけど。うん ワンスアップアンタミンハルトとかもそうだよねだその結構これってそのヨーロッパ業映画業界あるあるの議か,かって珍しいよね実はねそうでヨーロッパは珍しいですよあのもともとショーを中心主義する方々がいるから、うん、ハリウッドはやっぱり別だからねからねそうそうはい、はい、だからその点新しいよね実はね新しいですうん、うん、なかなかないのでなんか楽しかったですねそうなのよだから、はい、あの一般にねそのいわゆる えなんだろうそ,その背景主義的な、商業主義的なものではないところでも、こういうくだらないことが、俗っぽいことが、あのー、満載で巻き起こってるっていうのは面白いし、あとその映画祭のね、ありをいじってるあたりとかでいうと、僕ね、あれ見てる、あのミスター・ビーンの,あのカンヌで大迷惑っていうやつ見てる。 あの2000年、見てます。カンヌの映画祭に行くやつ、はいはい、ーアントリー・トキンソンが。うん、あれぐらいやで、僕は。あ,のあれぐらいです。うん、あれ結構面白かったもんね。面白い、楽しかったです、あれが。<laughs> あれが一番なんか、今まで見た映画の中と近いかなって思ったけど、さっきも言ったけど、ペネロス・ペイ・クルスさんとね、アントニオ・バンデレスさんが、あのー、何度も共演してるイメージなんだけど、<laughs> 実はそのこれまで同じ画面で2分以上映ったことがなくて一緒に、あのペイングローリーね、あのアルモドバル監督、あれとかなんか違う時代のレイヤーで競技。そうですね、うん。うん、まあ,あれ、メインはバンデラスさんですね。まあな、そうそう、主役かね。<laughs> はいはい、で、クッテングさんがね、別のところで出る。ああ、言えばそうだね、みたいな。 どっちか主演の方がやっぱりイメージが強そうなんね、だからその意味では、アルモドバル組で果たせなかった初共演の実はね、こっち側でやってるっていう、まあその意味では必見というか、見逃さない。貴重じゃないですか、これからもまた長い間は絶対ないと思ういきなり共演相次ぐかもしれんけどな、でも、初共演から見といたほうがいいばと はい、思います。はい。はい、じゃあ次行きましょうか。はい。はい、えー。ではでは、今週のその2、えー、ドキュメンタリー、アンドデレオンタリー、美学の追求者でございます。うう実はね、<laughs> これね、同じ格好します。あ <laughs> かっこいいじゃん。<laughs> これね。うん。はい、実はね、これ、2017年制作。そうですね。はい。うん、まあ、ちょっと、あの、もう もうこれ6年前だからも新作とは言えないんですが、まあ、日本初公開ということで、はい、アメリカ映画でございます、うんえー、2022年1月に73歳で他界した伝説的ファッションジャーナリスト、えー、アンドレレオン・タリーさんの、えー、生涯を紐解いたドキュメンタリーでございます、えー、まあでもねこのつまりこの映画が、えー、発表された頃っていうのはまだ、あのー、当時はご存命だったということです、えー、1948年に生まれ、えー、人種差別が色濃く残る時代のアメリカ南部で 消去を過ごしたアンドレ・レオンたり、えー、1983年より、えー、防具紙のニュースディレクターを担当し 88年にはアフリカ系アメリカ人として初めてクリエイティブディレクターに昇格。2013年にエディタ,エディターアトラージに就任して、編集長アナ・ウィンターの、ね、右腕として活躍したという次第でございます。またその名物エディターとして知られる一方、自伝の出版やセレブのスタイリスト、映画出演など多岐にわたる活動を通じて、独自の美学を極め、ファッション業界に多大な影響を与えた人物です。えー、映画ではね本人への、ご本人へのインタビューのほか、マーク・ジェイクを アナウィンター、トム・コーデラ、ファッション界を代表する人々、えー、またウーピー・ゴールド・バーグとかね、イザベル・ロッセリー、ブラック・アイド・ピーツのウィル・アム・アイディラ、えー、キーパーソンの、えー、証言を通して、彼の人生と、えー、数々の功績を振り返るという内容。えー、監督はね、あのメット・ガランドキュメンタリーね、メット・ガランドレスを見る美術館などを捉えた、うん、ケイト・ノバックさんということでございます。ジョスさん、これはどうご覧になりましたかいやー、そうですね。 やっぱりまずはね、本人はね、うん、アンドレ・レオン・タリさんの魅力はあんまりにもちょっとキャラクターとして素晴らしいので、うん、もうキャラクターとしても、うん、やっぱキャラクター作品としてもまずすごく面白く拝見できましたし、<laughs> <に>まあ,あとやっぱり本人のまあいろんなああのまあ、要素入ってる身として、うん、どうしてもやっぱりもう時代、 にも反映される一本だと思いますし、彼、うん、の人生の経歴思想考え方を通して、うん、まあ今の世界そして昔の世界から今の変化も含めて全部やっぱりこの1本で全部集まっていてで本人が発言するシーンプラス周りのインタビューシーンすごくバランスよく構成していて、ね、でこの人はどういう人なのかもうほぼ伝説のような存在の人、うん の電気映画として、すごくやっぱり、あの、勉強になりますし、うん、あの、もっと知りたくなりました、ね。そうやね。そうですね。一九四十八年生まれだから、本当、アメリカ現代史と、そのままっていう意味でも、ねです。はい。うん。うん いやこれ面白かったあのね僕はもう本当、不勉強ながらこのアンドレ・レオン・タリーさんのことはね、よよく知らなかったんですよね、はい、うんあのやっぱりあの映画見ても思ったけど、こういうラグジュアリー系統は僕、全然マイジャンルじゃないんで、はい、<laughs> あの普段着しか興味ないんでね。<laughs> はい、<laughs> でもね、このタリーさんって、その、はい、でファッション的なはラグジュアリー、ハイブランド系文脈だと思うんだけど、どっかなんかストリートの文脈でも解釈できるような人物像。 うん、だからそのストリートとラグジュアリーの融合って、本当、割と最近の今っぽいファッションジャンルのテーマだと思うんですけども、まあ、そういう視座で見てもはまる人だっていうか、まあそういう点でもあの興味深く見ました、まあその点で絡めて言うと、あのこの方って要するにそのプラダを着たあくまで、はい、スタンィクテップさんがね,ね <laughs> あの演じたナイジェルっていう役からのモデルだったわけでしょ、はい、モデルです、はいうん、でも、要はあの映画だと白人だったわけよ。 だってあのイタリア系アメリカ人のニューヨーカーだもんね、あの時代はまだそこまでですよ、ね。今ですと、それね、はい、めっちゃ思った。あれ、2006年でしょ ?6 年ですまた。また日本に来る前です、私。 あ、そうだね。そこも、ジョさんからしたら、かなり前の映画っていうイメージかなり前の映画、でもあの時はあんまりにも話題になっているので、よく印象に残ってます。だって、ジョさんの奥さんも大好きだって言ってたよね。そうですね。っていうぐらい人気あるもんね。人気ありますね。うん。その後のマインターンも日本って、すごく話題になってる。マインターンとな。マインターンとポラダを着た熊は、両郷ぐらいに人気あるな。両郷ですね。 いやだから、プラダを着たあくまですごくいい映画だと思うんですけども、はい、だから2006年の時点ではそういうなんかあのホワイトウォッシングってやつが、ね、あったとかそういえばさ、だからのドキュメンこのドキュメンタリー映画の中でものタリーさんがあの防具の企画でしたよね。あの風と共にされての、はい あの、うん、白黒逆転企画っていうのをこのパ,ドパロディ的にやられてるっていうふうでくだりがあって、だからそれにちょっと通じる、まあだからそのね、このドキュメンタリーでプラダを着た悪魔のことって確か語られてなかったと思うけど、うん、あのメリル・ストリープさん演じたアナ・ウィンターも別にモデルだとは言ってなかったもんね、はい、あの映画、ね、で、ね、はい、表現はしてなかったからな、うん、まあでも。まあフィクションだからね。 <laughs> そうそうそう。<laughs> とはえな、やっぱりあの、ポラダーの時も、この聞いた、タリーさん聞いた時は、まあ、いろいろ思うものがあったんじゃないかなと思います。あとは、あのー、ウィリアム・アイさんが、あのー、 あとあれあの、ウィル・エ・アイアムさんが、あのはい、タリーさんのこと、最初の方かな、あのクチュール界の,あのネルソン・マンデラ、えー、服のコフィアなんですっていうふうに、うん、あのご紹介されてて、まあ、それはい、今言ったような文脈に関わることなわけですけど、あとあのタリーさんはあのセクシャルマイノリティっていう部分もありますだからそこで言うと、うんあの、トルーマン・カポーティのねあの、クリスマスの思い出の引用とかもあって。うんうん まああのー、ね本当もいろいろ、しかもそう南部育ち、南部、そうですよ<部>もうすべての要素が集まっているんですよ,そう,なのよそう、主体、はい、がたくさんこの人物の中にあるっていう、はいはい、それがまあせあせの戦後アメリカを生きてきたっていう、だからね、本当、この人を見ようっていう感じだと思いました。そうです、うん、しかも、やっぱりあのそそういう、なんていうか、揺るぎないあのやっぱり自分のスタイルを信じて頑張って生きていくっていう姿勢が。 やっぱり素晴らしくて。素晴らしかったですね。はい、はいうん。すごい,いや素晴らしいなと思,思いました。目もそうなんですけど。そうだね。信念<の>、うん、っていうか。本当、本当、だから、うん、そう。 だから本当、なんかファッションっていうよりスタイルだっていうようなね発言もコピーにもなってたと思うけど、まさにそうだよね。うん、マイスタイルを持つことのすごい重要さってことも教えてくれる、うん、めちゃめちゃいいドキュメンタリーですよね。そうですね。まあ、今までやっぱりど、うん、どんどん同質化の社会になっているから、そう,そうそうそう、そうそう個性が、うん、の重要性が。 うんだから本当、2017年の映画だけど、こうやって公開してくれて、本、あ、当、のー、ありがたかったです。出、ね、ないと僕、見逃してたからね、確実に。そ,うですそしたらこのタイリさん、っ日本の劇場の良さですね、あのねちょっと協作しても全然大丈夫です。そうそうそうだから本当、セレクトキュレーションしていただいたっていうようなイメージをね、うんはい、おすすめしていただいたというようなイメージで、えーはい、見ました。本当よかったです。これはおす,すめです。はい はい。はい、ご覧ください。はいはい。では、さらにあと1本いきましょうか。はい。はいでは、今週のその3え、郊外の鳥たちでございます。はい。はい、出ます。出ますか、画像。はい、出ました。はい、はい。お、はい、急に変わった。これもね、実は2018年。そうです。はい、はいえ。中国映画でございます。実は5年前のね、作品。えー、中国。 誰が読んだか第8世代。フ <laughs>、はい、ランス人が。こそうなのかねみたいなね。まあ、あの、中ン監督の長編デビュー作。えー、1989年生まれ、えー、でしたね、調べてみると。はい。り、あの、ビーガン。ヴィー,ー,ーガン、ゴーシャオガン、フ法の世代でそう、グーシャオガン、そして、ジョコーシン先生とも、はい。<laughs> <laughs> 同世代ですよね、中国第8世代とフランスでは呼ばれていたというね。うんえー、いや、これ良かったです、本当に。まさにこの,新あの中国新世代の,、ね、あの監督の凄さを、またあの5年前だけど、ちょっと感じ,、はい、感じた一本でしたで。舞台となるのがねあの地盤沈下が進んだ、うんえー、郊外の都市、ゴーストタウン化している、えー郊,えー、郊外の都市ですよね。これ別にあの、はい えー、特定はしてなかったよね、この年まあ特定してはないですけど、監督本人も直接いてても、自分のふるさとの広州ですね。広州は実はあ、はいはい、実は、春光水団と同,同じところで。あなあ,ほんあ、なるほどね。広 <laughs> 州ってさ、あの広い州じゃなく、広い州ですどうよ、ね。だからあの上海郊外の方のはい、はい 広州ってことよね。そうですね。まあ、上海、高賀ですと、あの広州の人は怒るかもしれないですけど、上海のあの南の150キロあたりで広州だと思うんです。そういった怒るわけです。失礼しました。でもそうですね。あそこもあの1200万ぐらいの大都市だからね。やっぱりあ春高水道のとこってことでしょあそこもでかい都市だったもんね。そうかに近い あの,公衆の方ねなるほど聞いてよかったです、はいえー、そこが、えー、舞台ででもこっちはそうかゴーストタウンが進んでる、ね、そうこっちはわ割と都市村です、ね、ああそうだねこっちはそういうノリの一つでしたで、あのー、地質調査にやってきた、えー、測量技師の青年ハオが主人公で、えー、彼が、ね、廃校になった小学校の机の中から、えー、自分と同じハオっていうなの名前の、ね、男の子の 日記を発見すると、えー、そこでは、ね、その都市開発が進む、えー、中で、日常をまあ楽しんでいる、過ごしている子どもたちの姿が日記に綴られていたという。で、あのー、その子どもたちが、ね、なぜか一人また一人と姿を消していくのだが、うんうんというまあ不思議なお話でございます。この今とその過去の2つのパートがパラレルに進行するという内容で、しかも、えー、その「ハオっていうのがまあ名前が同じ。 ハオなんだね、はい、別に同一人物とまでは知らされていないといでそのメインキャストなんですけど、大人のハオ役になんと映画監督、アン・リーの息子さんになる、はい、メイソン・リーさん、うんはい、あとあの、タ、え、イ、ー、台北セブンラブとかの,、ね、あのホアン・ルーさんが出演されていて、はい、子役は、えー、演技経験のない素人俳優の皆さんを起用しているという世代次第でございます。これはもうちょっと助さんのご意見を聞きたいですね。どうご覧になりましたか そうです。この作品は割とす早い段階で。ああ、な、なぜかというと、あの、うん、中国国内でものすごくやっぱ評価されていあ。そうなんだ。やっぱり。あの、中国の、まあ、有名な、なんていうかね、若手の、あの、映画祭がありまして。うん、この作品は、あの、グランプリを、あの、ね、確かに20、2010 8年でしたっけあーじゃあリー作られてて、うん、そこで2018年で受賞しててでその次の年は実は春光水団がグランプリですよあの映画祭で、ね、その春光水団よりも前の作品なんですけど<ー>で,でそれ見終わった後まずすごく不思議な映画でした、まあ、実験的な感じがありつつも、うん、あとちょっといろいろ資料読んだらやっぱり監督、うん、ものすごく自分のあの今が考え っていることをプラス自分の子どものときへのそういう追憶、うん、まあ記憶の部分を混ざって、うん、面白い作品を作ったなっていうところなんですね。うん、で、さらに調べると、監督は中国の一番の名門の大学、聖華大学の理系,大学理系の生物医学なんですよ。あ トップの秀才みたいな方なそうです、トップの秀才で大学に入ってからやっぱり自分が映画好きだから映画の道行きたいとかその後で,で <laughs> もっい,なくない逆に <laughs> マジで映画に来てくれたんや、そんな大秀才。分その理,理系の経験があるからやっぱりいろいろ計算してるっていうところがこの映画はすごくやっぱり感じて、<ー>さっき森さんも話したように、うん、あのこの2パートがあるとはいえ、うん、なんか明確にそれ一人一人対応してるって言って言い切れないじゃないですか。 うん、不思議な角度で、あとはやっぱりこの作品、まあ、いろんなそういうい符号っていうかシンボルを、うん、トンネルとか双眼鏡とかもいろいろ道具を入れたりしてて、ね、でさらに画面サイズもすごい面白くやっていまして、もう、なんか広州の今はどう変化してるか、実はこれはすごい大きなテーマっていうか、広州だけではなくて、うん、中国、やはり10年代の変化があんまりにも激しくて。うん、だからあの監督もあのー ずっとあの北京の大学にいて、その後も香港の大学で映画を勉強してるから、うんうん、その自分のふるさとへの記憶が、ちょっと今のふるさととの差があんまりにも激しくて、そのちょっとあの自分が感じたことをこういった形で、うん、えーとすごく素晴らしく出しているのは、やっぱり今後、この監督、どういうものを撮るか、すごく楽しみにしているなと思いました。こののの映画の後で撮ってんの この映画の後はね、1本企画してるんですけど、ね、コロナの関係で、ずっと撮れなくて、多分今年撮るって聞きましたね。そうか、そうか、コロナがこの後ね、2>, はい、2年後に来ちゃうから、はい、そうか、新作の企画はあったけど、遅れてるって感じだよね。短編映画1本 SF のもの撮りました。あ、SF なんだ。<laughs> はいあ。でも今回も SF 感あるよな。SF、はい、感あります、ね、るもうかなりあるんですね。めちゃめちゃある。うん あとでも、はい、ジョさんが今おっしゃったことに絡めて思ったのは、はい、この前さ、あのローウェイのシャドープレイ紹介したじゃん。はい、あれ、2018年だもんね。そうですね。うん、であれはで、あれ撮ったのは俺、ね、2006年ぐらいです。16年ぐらいですあ。撮ったのがそうね。そうそう。で、制作は18年でしょ。だからまあ、近い時期で、で、あのー、あれ、広東省か。広東省です。うん。だからあの、場所は違えど、ちょっとその似たニュアンスがある映画だなそうです。 10年代はやはり、たぶん今後30年後の歴史教科書にいろいろ残されると思います。うん、同じような、い同じのようなあんまりも発展、急速に発展しすぎることによって、いろ<ー>んなやっぱりも問題が出てきました、表面化されています。うんうん そうだからその都市開発、急激な都市開発で起こる諸問題っていうところで、そう、シャドープレイをすごくあのつ、ー、ながりとして連想しましたし、あとあっちと違って、こっちがその地盤沈下っていうモチーフの面白さですよね。 なんだろうねでも単純に理系っていうことでもなくてむしろ超文系的な感じなですねあの特に子どものパートはかなり文系寄りです、ね。なあそれだよったよ。むしろ理系理系した感じをあの外してるぐらいかなと思ってだからさ、はい あの日本のキャッチコピーが面白くて「スタンド・バイ・ミー」ミーツ「えー、カフカの城」って書いてあって <laughs> すごい異質のものがあの、はい、シドレアリスティックに出会ってるってことだと思うんですけどでも確かにそうですよね。カフカフの城は 実際影響受けたんでしょこの受けてますね。はい。立ン監督かなうん。あシ中ンか。えー、こっちは地図の、そうそう、地図の測量士ですね。そうなのよ。あの、向こうのあのね、測量士 K っていうのは、まあ、雪の乾燥の城だよね。そこにやっていくるまあ、いろいろ不勝利な目に遭うていうあカフカの城のざっくりした内容なんですけども、こっちのハオもね、測量士で、まあ、 えー、彼がその廃校の小学校にやってくるって、そこで、まあ、あの別の物語、えー、別のレイヤーの物語が混ざってくる、でその少年、ハオの物語が、まあ、スタンド・バイ・ミー敵、だから、ざっこともよと近い時期で公開されるのはやっぱすごいな。 そう,そうそう。はい、こっちパートはザコども用大将だけに近いんですよね。そう,よねそう。鉄道は中国映画の中で出るのは、やっぱり逆にね、すごく不信性なんですよあ。あれってやっぱりじゃあ本当、スタンドバイ、でもスタンドバイミーの影響ってことなのかないや、全然何も言ってないですいあ、それは別にじゃあ単なる類似なんだ。はい、あ、そうそう。これから言います。うん。はい。じゃ本人の部分からいきますか。 本人が実際いろいろ話聞いたらあの、うん、鉄道はやはり、まあ、日本の方にとってはもの,ものすごく身近な存在ですけど、うん、中国は私の子どもの時は鉄道のイメージほぼないんです、うん、っていうかやっぱりあのいい鉄駅に行くにはやっぱり遠い感じなんですけど監督に聞いたらやっぱりね子供の時はあの鉄道の近くに住んでいるから。 あたまたまご本人がそう,だったそう,そうご本人がそこに住んでいてうん、うん、鉄道に関するあに対するイメージはやっぱりあの常に危険でありながら、うん、やはりあのなんていうか自分が遠いところに連れられていけるというちょっと未来への象徴的なものなので、うん、なだから子どものパートにはすごくやっぱり ぴったりな要素っていうところで、それをうまく使ったっていう感じでじゃあ別にあれか、スタンド・バイ・ミーの映像要素から持ってきたってわけではないのか、自分のでも、スタンド・バイ・ミーはさすがに見たろうと思いますので、絶対影響ないと言い切れないじゃないかと思いでもさ、そのそうなのよ、あの面白いのは、でもやっぱりその大人パート、現在パートと、少年少女パートの関係性ですよね。はい えー、大人の歯をが双眼鏡を落としたりするんじゃん。で、それを少年少女パートで拾、はい、わさ、拾ったりするわけよね。はい。これがさ、これね、カフカっていうか、僕、ガルシア・マルケスみたいなと思ったもん。あ、はいはいはい。<laughs> そう。うん、あのー、そういうあの感じよ。うん、はい、だからね、すごい、 文系やけどな。<laughs> <laughs> いろいろ絶対研究してるですね。超レベルの高い分け的したけど。 少年ハオと大人のハオは、えー、名前が同じだけの違う人物なんだろうけどでも同じ人物かもしれないという可能性も残るような描き方でそうですねなんかん、ね、やっぱりこの、うん、登場した、まあ、6人でしたっけ、うん、6人がいろいろ全部混ざってなんか混乱させるようなやり方でやってます。だからさ、うん、その だから、その「はお」っていうのが、えー、全然関係ない人にしろ、もしかしたら同じ人物にしろ、ただ、この時世の違う2つのパートっていうのが、明らかにその異質の世界像を持ってるっていうのがすごく面白いだけど、はい その、えー、さっきの双眼鏡みたいに、相手も、ね、何かしら連続性はある、えー、これはね、でもね、僕もすごくリアルな感触があって、つまり、その今自分がね、このおっさんになって生きてる世界と、えー、小学校5年とか6年、まあ、今の僕の息子がそれぐらいの年なんだけども、思春期を迎えるちょっと前のその世界って、記憶はつながってるんだけど、なんかね、断絶がある感じなんですよ。はい、つまり、はい あの時はあくまでその子どもの世界を生きているっていうような感触があって、はい、単純な今と過去の、そのか今と過去っていう、その、えー、リニアな階層のシーンっていう感覚にならないですよね。その大人の世界と子どもの世界が違う世界線っていう、うんえー、印象が自分の中にもあって。はい、かなりやっぱり、より複雑な構造になっています。うん、単純ではないです、その辺が。うん それがね、うん、その感触が、あのー、めちゃくちゃうまく出てる映画だなと思った。はいうん、これ素晴らしいなと思ったよ。うんうん、あとね、ちょっとインタビュー、公式サイトのインタビューで読んだところで言うと、その地盤沈下っていうのが、その地面に埋まっていた記憶が表に出てくるようなイメージって語られてて、これもね、すごくいいなと思う。つまり地,下にあっ地層に埋まっていた子供の世界が その、はい、突然その地盤沈下で可視化できる地上に出てきたようなイメージのその映像か、はい、うん、うん、めっちゃいいですよね。うん、うん、まあこれ中国は実はあのまあ公州ではないですけど、まあ内陸の方に昔そういうでかい川はまあずっと氾濫しているんですね。うんうん、だから町はずっとそういう氾濫の 土の上にどんどん新しく作っている。<ー>記憶は全部土の中に入ってるっていう。なるほど、ね、そこの引用はうまいですね、チンが。うまいわ。これうまいよ、はい、めっちゃなんか、はい、いや、かっこいい。はい メタファーだなと思っっちゃったね、はいうん、あとやっぱりその子供の世界っていうのは「スタンド・バイ・ミン」もそうだし足立さんの雑魚どもよもそうなんだけどやっぱりあのイノセンスの終わりっていうテーマが絶対定番的に出てくるんです、ね、定番ですね,、はい、ねだからそのどんどんその大人の現実っていうものが自分たちの,この純粋な世界を侵食してくるようなところがあって一、はい、回やっぱりその完結を迎えるっていう感じがあるわけよ。でこののの映画は一回そのイノセンスの終わりでしょ子供時時代代少年時代 が完結するっていうイメージをすごい強調して、でそのスタイルもなんかすごい独特じゃん、美学的にも。はいはい、めっちゃズーム m 使おうしな。あれさ、インタビューでホンサンスからの影響って語ってたよね。 いや、でもやり方、ンサースと違いますよ違うもんな。あれ、どうなのとか思っ単純にさ。あと、でも測量機のカメラ愛みたいなことも言ってたよね。こっちの方が割とすんなり納得できたけど。そうです。ンサンスは刺激を受けたぐらいかな。まあ、受けって見てるはずだからね。そうだね。でも、コンサンスがそういうことをやることによって、こういくとも映画の中でやれますよっていう。そうだね。確かに確かに。つまりね、あのズームって、その、 あの人間の肉眼の動きじゃないからね、あのすごくその人,、うん、人工的な、もうこうう監督さん、そういうこと言ってると思うけど。はい 測量機ののカメラの動きってこことととで、はい、ああいうことをこうグッとやるでそれで映画の形がまた拡張されるっていうね、はい、あのところがあってだから同じズームでもその意味の違う使い方をコンサンスと、ね、してるっていうところもすごく面白いなと思ったし、はい、あとあのよく僕あの謎が残ったのが一個あってこれ聞きたかったんですけど少年ハオにねあのテ,ィオティンっていうその女の子が手紙出すとこがあるでしょあの学校の机の引き出しに入れてるやつ。はい うんあれでその謎が解けたら友達から恋人にな,あのなってあげるみたいなことがあってあのこの世で最も長くて短い最も速くて遅い分けられる大きな塊はみたいなさでちょっとテロップとかも出るんだけど、はいうん、あれ答え教えてくれたっけ映画の中で。ないです。ないよなあれは何答えなんだ かですえ分からなかったわ<何>からないです。うん、分からんよな、マジで。はいはい、教えてくれると思ってたから。<laughs> あれ、なんかない、うん、あれ、何やったやろとか、今思ってんねんけど。本人、一回聞いてみますかね。うん、なんかね、<laughs> はい、お会した <laughs> はい、もう一回見たらわかるんかね、これちょっとね、うん、もしコメント欄とかであの、いや、これはこういうことですってわかるあの視聴者のねあの、コアな視聴者の方々が多いので、われわれより器物、ま、みたいな方もあのたくさんいらっしゃるので、まああの、コメントいただけたらね、ちょっと嬉しいなと思うんですけど、わからんかったよね。うんうん、よかった <laughs> いやーでもやっぱりあのこの世代の中国の監督はやはりあんまりにも異色の方が多いのですごい、ね、まだからある意味は第8世代で言ってもいいと思いますよ、うん、個性がバラバラ逆に個性いっぱいある世代っていう感じ、うん、で,でこの間監督と話した時はなんかあの2019か20あたりでグーシャーガン監督あと他に2人の監督 一緒にあの春光水団のあの長回しの川で一緒に泳いだっていう。あそこ、あの十何本あるやつな。はい、十何本あるやつが。しゅんこう水団のね、うち動画も撮ったもんね、あの月永さんのシリーズでね。あのあれも見てほしいね、そうなるとね。そうですね、あれはもう来年、第2弾が勝利する予定です。いや、中国第8世代、注目ですね、行うとはと。 本当、でもさ、作家的にすごい人いっぱい出てるわ。風、ね、貌さんはちょっとあの亡くなられてるけど。ちょっと残念ですね。はい、ねビーガン、あのグーシャオガン、そしてこのチューションさん、全然違うもんね。うん、すごいよかったです。はい。うん、おすすめ、ぜひご覧いただきたいと思います、はいはい。あとね、枠外なんですけど、あの青春試練を、ね、見ようと思って見れなかったの、はいはい、ちょっとジョさんに語ってほしいなと思って。 うん、青春試練はあの実はあの東京国際映画祭2021年の東京国際映画祭で拝見させていただきましたけど、うん、あの時はかなりやっぱ印象に残った一本でして、はい、でいわゆるいう台北、まあ、台北駅で無差別事件を中心に展開するなんていうかね若者の,の,のラブストーリーでありながらサスペンス的な群像劇なんですけど、うん、ものすごく登場人物が多いんですけど、うん、あのいわゆるそういう なんていうか、今の混沌の時代に生きる若者の姿を、うん、あのその精神状態を焦点にしたあの、すごく力作の一本でして、うん、で台湾ではあのこの作品は SNS 時代の胸部本誌分分と言ってんか うん、エドワーデ・ヨンのっていう、あのーまあ、意見もありますし、<ー>でやはりねやっぱ、まあ、ものすごい野心作なので、まあ、ちょうどその同時期の東京国際映画祭に上映された、うん、あのスパゲティ・コード・ラブがあれも同じくやっぱり青春群像劇じゃないですか、うん、やはりこの、はいこ、なんかそういう取り方の違う取り方によって全然違うストーリーができるっていう。うんあのー 時,あの時代でものすごくやっぱりあの時はすごく印象に残った一本なので、まあ、あとやっぱりねこの作品はあのー、個人的にはもっとやっぱり登場人物が多いもしくもう一個はやっぱり混乱状態っていう2つの要素があるからもっと混ぜてももっと大胆な作品になってもいいかなと私が考えていてかもうでも今の台湾の,あの、まあ、映画業界の,、まあ、あの進化の 代表する一本だと思いますので、ぜひちょっと皆さんチェックしていただければと思います。あれだよなあの、東京国際映画祭の時は、英大のあのテロライザーズで。そうです、テロライザーズ。全然違うタイトルで、これはもう現代ですね、青春試練。そういうことだよね。だってさあの、ね、大阪アジアンであの今回行った時にあののみ打ち上げで合流した小林達夫監督は、はい、てたよなそうですね。 青春試練の話、ね、小,林小林監督を絶賛しましまたねそう小林さん、めちゃめちゃ見てるからな、助産に密迫するぐらい、めちゃめちゃ見てるから <laughs>、はい。いや、見てますね。小林監督はやっぱり日本、い,ね、日本いろんなところの映画祭にそ<う>行ってるので。圧倒されたもん,、うん。で、ちょっとね、私はちょっと、追いつくもう本当、不勉強ながら追いつけてないんですけど、見た,見と見たいなと、これは思っております。うんはい、そんな感じですかね。 あ,あと1個だけちょっとだけ話しますと、対策対策のアニメがあって、うん、長靴を履いた猫とこつの命なんですけこれ面白そうよね。いやー楽しかったです。あの、あやっぱりね、前,前作はね、どっちかというと、うん、やはりあの猫のキャラクターを中心に展開する可愛いい映画なんですけど、うんうん、今回はもうこれ、 以外もやっぱりストーリーがものすごくちゃんと作ってこの猫がもう忘れられそうなような。あのうん 死んでいくようなあのテーマーも入っていて、その辺の,あのうまくのバランスのよ,よさが、あのストーリーの中でやっぱりすごく描かれてて、あの想像以上良かったです。で、ラストもな、もしかしたらあのビッグシリーズが戻れるかもしれないの,のようなメッセージ性もありますし。なんで、今回あの、アカデミー賞の,ア,あのアニメーション部門にあま受賞されてなかったんですけど、でも、去年のア,ミア,アメリカのアニメーション映画の中でもかなり評価されている。そうなんですよ 高いんですよね、今回ね。高いです、うんうん、だからすごい気になる。春休みなので、ぜひお時間があれば。そうな、僕もちょっと行きたいなと思ってます。はい、やっぱりいいんだね。うんはい、そんな感じですかはい。はいえー、では、今回は以上ということで、えー、皆さんは今週もよくしてもらえ、お送りください、えー。また来週どうもありがとうございました。ありがとうございま,ざいました。